w w w それでは時間になりましたので始めたいと思います今日はえっは、と、ジャニーズ問題から考えるシリーズの第5回最終回となります、えっと、ゲストに弁護士の倉本左近さんをお迎えしてえビジネスと人権の観点から今回の問題を考えたいと思います 国連が2011年に採択したビジネスと人権に関する指導原則では企業はその取引先を含めて人権に悪影響を及ぼす事態の予防や被害軽減を図る責任があると提唱しています日本政府も昨年ガイドラインを策定し企業に行動を求め始めております 今日は企業法務がご専門でビジネスと人権の関係にも詳しい倉本さんから放送局やスポンサー企業などジャニーズ事務所と取引のある企業はジャニーズ問題にどう向き合うべきなのかについてお伺いできるものと思っておりますこの後倉本さんから1時間ほどお話をお伺いいたします続いて皆さんからの質問にお答え,しますお答えをいただきます 質問は会場とオンラインの双方から受け付けます、えー、オンライン参加者の方であのテキストで質問されたい方はあの今から受け付けますので随時、えー、お寄せください、えー、本日の司会は日本記者クラブ会員で朝日新聞の田田真恵美が担当しますよろしくお願いいたしますそれでは倉本さんよろしくお願いいたします、はい、あ、えー、どうもこんにちは <laughs> で私は弁護士の倉本左近と申します 今、ご紹介いただきましたとおり、私ですね、ビジネスと人権、さらに ESC とかですね、SDGs という観点で、日本企業をサポートしております。で、このジャニーズ問題、非常に日本社会においても大きな問題となっていると思うんですけれども、私の問題意識としては、やはりその企業がですね、ビジネスをしていく中で、 どう責任を負ってです、ね、どういう対策を取っていくかということもちろんあの被害者の方々のまあ苦しみとかまあ人権の,あの保護救済っていうことは第一ですけども、まあ、企業側がです、ね、どういうような責任を負ってどういうような対策を取っていくべきかっていうところをです、ねまあ、仕事柄あの関心を持っておりまして、まあ、そういうようなところをです、ね、今日お話しできればと思っております。 でと企業の責任というところで言いますと、まあ、もちろんジャニーズ事務所の,です、ね、あの責任というところがまあ一番ではありますけれどもジャニーズ事務所だけではなくてです、ね、そのジャニーズ事務所とまあ取引ビジネスをしているまあテレビ局やあのまあいろんなです、ね、取引先が当然まあ企業としてありますので、まあ、そのような企業がです、ね、このまあビジネスと人権や ESC さらに SDGs という観点で どういうような責任を負っていて、どういうような対策を取るべきなのかというのをです、ね、ちょっと私のなりにというか、まあ、専門家の立場で,です、ね、お話しできればと思っている次第です。えっと、それで私ののまで用意しました資料で,です、ね、私の,あのまあ紹介を書いておりますけれども、基本的には今申し上げたとおりで、 私のこれまで仕事しているところでいうと、ですね企業ホーム全般やっておりまして、企業,を企業や個人をですねビジネスというようなところ、主眼としてですねサポートしてきております。で早速あの、お話を進めたいと思っておりますでえっと今日はあのお時間いただいてますけども。えー 一応、私の目安で言うとですね、1時間ほど私のほうでお話をして、30分ほどご質問をいただいたりとか、あとはあのできれば、のこのようなせっかくの場所です、機会をいただきましたので、ディスカッションみたいな形でやり取りをさせていただくっていうことも、メディアの方々とお話しさせていただくってことも、ぜひできればなというふうに考えております。でですね、私の話なんですけれども <laughs>、 あの「ビジネスと人権とは」とかですねいうところからお話をすると多分、まあ、この午後の昼下がり金曜日で皆さん眠くなってしまうと思いますのでということはまあ半分あの,あのそう半分ですけども、えー、ビジネスと人権っていうそのコンセプト言葉っていうのがどういうようなものなのかっていうのをですね皆さんでなるべく想像していただきたいというかあのイメージしていただきたいという意味で2つ ビジネスと人権というコンセプトにかかるです、ね、事案の例を2つ設定しています。で、ちょっと今お話ししますので、えー、ちょっとですね、想像力を膨らませていただいて、えー、お考えいただければと思います。で、まずは1番目はですね、外国人の技能実習生問題です。えっ、ー、と、外国人の技能実習生制度っていうのは、あのまあ、皆さんご存知の通りですね、あのまあ、発展途上国、えー、開発途上国から、まあ、日本にですね、えーまあ 来ていただいて、名目としては国際貢献ということで,です、ね、日本で技能を実習してもらうというような制度で、それで日本で実習してもらって、帰ってもらうとで、日本の技術とかを、経験とか持ち帰ってもらって、開発途上国でが発展するようにというような制度、本来はそうだったはずの制度です。ただ まああの最近まあすごく批判も強くて、まあ、実際にその外国人の技能実習生の人たちのまあ働く実態というのもひどいもんだということがあのまさに皆さんメ,メディアの力で,です、ねまあ、明らかになりつつあってあのまあ日本政府も技能実習制度は廃止するというようなことをまあ決定して、えー、今その取り準備をしているというところになってしまっていますが、まあ、そういうのは外国人技能実習制度、まあ、今まだ存続はしていますので、えーあの 終、まあ、了の方向でありますけれども、まあ、それを踏まえてです、ね、こういうようなケースがあり得るということでちょっと設定しています。えーとですねまあ、ベトナムからやってきたベト,ベトナム人技能実習生の A さんこの方女性で18歳の方ですがです、ね、日本国内の B 社これあの上場してない、えー、非上場企業ですけどもそこの工場で働いていたというようなケースです。 でこの A さんなんですが、まあ、この B 社で働いていたということで、でですね、この B 社はです、ね、電機メーカー C 社、この C 社は非常に大手で上場企業ですが、この C 社のです、ね、取引先で B 社はです、ね、長年にわたって部品を製造、供給してきた、まあ、サプライヤー、まあ、下請け先だったということになります。でこのの B 社の製造ラインでは さまざまな国籍のですね技能実習生の人たちが日々懸命に働いていたということになります。つまり、まあ、今日本はですね、まあ、あの人口もどん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 減っていってますし、あこういうような非上場のあのまあ、工場ラインでですね、まあ、なかなか人でも集まらなくなってきているので、まあ実際にそういうような実態も今日本ありますけれども、まあ、技能実習生の人たちがですね、労働力を供給してくれて。 日本の経済あのが成り立っているっていうところになっていますけどもあのそれはあのこういうようなところに限らず農水産業とかもそうですよねあの、まあ、そういうような実態があるということになります。で、えーっとまあ、そういうような状況だったんですけども、まあ、B 社はですね、えー、実際のところは労働法に違反する操、まあ、業実態がひどくてですね、まあ、長時間労働がもうまん延化していたということになります。 例えばです、ね、半年間のうちの技能実習生の休暇はです、ねえー、たった1日しかなくて、えーまあ、それ以外はも働きづめだということですねさらにあの、まあ、長時間の労働が蔓延している上に残業代がちゃんと払われていないので実質の時給換算のです、ね、給与額はあの、まあ、計算してみるとです、ね、500円程度にしかもう過ぎないような状態になってしまっていたということになります。でえっと、一言申し上げると 技能実習生の方々っていうのはもちろんあの実習研修というような制度ではありますけども日本の労働法は通常通り適用され,るされます別に市外保険じゃございませんので当然ですね残業代も支払わないといけないし労働時間の当然規制も本来はかかるはずですしもちろんあの日本のですねあの行政当局も厳しく今は取り締まりをあの進めてますけど、まあ、やっぱり人手がなかなか足りないっていうのもあって必ずしも <laughs> なかなか取り締まりが十分じゃないというような実態ではあります。まあ、そういうような実態もあるということなんですがこれは仮のケースですけどもそうしたところです、ね、B 社の資金繰りがです、ね、急遽悪化してしまってです、ね、自己破産しちゃったというような状態になっ,てますなったということですね。でそうするとです、ね、当然、A さんとその他の周りの技能実習生たちは非常に困ってしまったという状況です。 まあ、つまりその残業代も払ってもらってないしです、ね、かつ働き場所がなくなっちゃったわけなのでせっかくです、ねまあ、このベトナム人技能実習生の A さんというのはあの、まあ、例えばですけどもベトナムの農村地域で,です、ねあの <laughs> まあ、家族に、えーまあ、親孝行したいと日本でお金を稼いで懸命に貯めればです、ねまあ、2年3年して立,てば立って帰れば まあお家をかあを家族のために買えるんじゃないかと、まあ、実際にそういうような人たちもいるしじゃあ自分もそれで頑張ろうと思って日本に来て、まあ、こういうような実態で頑張ってたのにこういうなことになっちゃったということになりますでこれはまあ,あくまで家庭のケースですけど実際に実態的にはこういうようなケースが存在してるってことになりますそれはメディアの皆さんのご存知の通りですで、まあ、こういうのはこ困り果てたですね A さんとその他の技,技能実習生たちはじゃあどこに支援を求めればいいのかっていうのでですね まあ、ふと考えたわけですよねあのじゃあ B 社とですね長年取引をしてて、まあ、部品を製造を供給してきた相手先のですね電気メーカー C 社これ上場企業で非常に日本で有名なあのメーカー電気メーカーだとするとですね、まあ、お金も当然ありますし社会的な名声も高いわけですよね。でかつ今は SDGs バッジが おそらくこの電気メーカー C 社の社長のです、ね、胸にも光り輝いているというような状況の中でじゃあ C 社に支援を求めようと、まあ、もしかしたらまあ A さん自身が思ったか A さんを支援するまあ労働者側の弁護士さんがです、ね、それを思ったかわからないですけどもじゃあ C 社に支援を求めようというふうに決めて C 社に実際にアプローチしてきたというようなことになります。 ではです、ね、ここで問い9の1と9の2になりますけどもじゃこのビジネスと人権という私が今日お話ししようとしているテーマのコンセプトの観点から言うとですね何が問題でかつ C 社これ別にあの技能実習生の A さんとかが働いてた直接の働き先ではないわけですけど、まあ、ある意味部品を製造・供給してた相手先 取引先企業にしか過ぎないといえば過ぎないつまり法的な責任があるかというと関心もそうでもない C 社に責任があるのかとあるとしてどういうような理屈が責任を裏付けられるのかっていうことがまず Q1 としてあります次に C 社に仮に何らかの責任が認められるとして C 社はどのような対応すすべきかってことが次にありますつまり C 社にとってはできることできないことがありますし、えー、さらにできるとしてもですね経営判断としてどこまでするのか C 社にとってどういうことをやればメリットがあるのかあのメリットっていうのは別にそのお金という意味だけじゃなくて中長期的な観点で社会的な評価を受ける、えー、っていうことも含めてですね C 社にどういうような利益が あ,あ,あり得るのかってことも含めてですね、C 社にどのような対応すべきかってことが、えー、と9の2ということで設定しました。で、これはあのえっとここであの私もなんか企業の取締役会とか大学とかでお話をしてここでまディスカッションに入ることもあるんですけど、まあ今日はそういうの議論ここではあのする予定ではないのでえっとですね、こあのこのお話をあの今聞いていただいている方々 にですね、もしも自分が C 社の直接の担当者だったりとか、この問題をです、ね、がやってきた担当者だったとか、またはじゃあ自分がです、ね、C 社の取締役、または C 社の社長さんだったら、どういうような対応すべきできるのか、どういうような指示を出すかということもちょっとお考えになっていただければと思います。あのまあ、イマジネーションをちょっとあの発揮していただければというところですかね。はい でとりあえずこれが1番目のケースですじゃあ次2番目で芸能問題ということでちょっと設定しましたこれも仮の事例ではありますで次ですけどもまた別のこの別 A さんってつけましたけど別の方です A さんこの方はですね日本,日本の日本人日本の国籍の方ですけど女性で14歳の女性ですでこの方はですね アイドルになることを夢見てですね B 芸能プロダクション B 芸能,芸能プロダクションは非常上場企業ですに所属して日々懸命に活動していたということになります。で B プロダクションはですね多くの人気俳優歌手が在籍する事務所で C 社これ上場企業ですけども C 社等のですね、テレビラジオ局と強力なコネクションがあって さらにまた D 社別の企業これも上場企業ですけども出てきますが D 社等のですね多くの取引先企業と取引取引関係を築いていたというようなことになりますそしてですねまあ、B プロダクションには多くの子どもたちが所属していたということになりますでと子どもたちっていうふうにここをあえてぼかして私の方では書いてますけど A さんは女性ですがもしかしたら女性だけじゃなくて、えー、男性子ども たちがです、ね、所属してたかなというようなプロダクションでした。でこの B プロダクションでですねあの、まあ、創業者である X さんこの方男性なんですけども男性が長年にわたってです、ね、所属する子どもたちへのセクハラを行っていたと。で、えっと、基本的にはあの女の子を女性へのです、ね、セクハラを行っていて。 x さんの行為はですね。業界内では非常に噂とおお、まあ、長年の噂となっていたということになります。で、そうしたところですね。この x さんの行為が大手の非常に日本では有名な大手の新聞社によってですね。スクープ報道されたということになります。それでですね。この x さんやまあ、もちろん b プロダクションのだけではが当然批判を浴びるわけですけどもまあ、それだけではなくてですね。 C 社等のテレビラジオ局や D 社等の取引,業取引先企業に対しても批判が向けられることとなったというようなケースとなります。で、えっとまあ、皆さんご推察のとおりですね、えっとまあ、今,、えっと、今まさに大きな問題となっているジャニーズ事務所の件とはですねちょっとケースを各要素を変えてます。で、えっと、私が各要素をあえてこの芸能問題というケースで仮のケースながらもですねちょっと各要素を変えたのは あのもしもこういうような要素の事件がパラレルワールドで発生してたとしたら皆さんどういうふうにお考えになるのかなというのをちょっと考えていただきたかったので、えー、ここで設定してます、まあ。つまり被害者の方は A さん女,女性っていうところが違ってるっていうところが大きいですかね。あとは例えばですけど、X、さんの行為が 今回は大手の日本の国内の大手新聞でスクープ報道されているというところも違っているかなというふうに思います。あとはまあ創業者である X さんが村名、えーまだあのでおられるというケースを設定をしています。ではこれも、えー、とやはりあの9の1、9の2っていうのは変わりません。 ビジネスと人権というコンセプトの観点からするとです、ね、何が問題で,でもちろん、えっと、この創業者の方とプロ、えー、芸能プロダクションは、まあ、責任があるのかないのかというところありますけどじゃあ C 社と D 社にはどのような責任があるのかというところですねさらに C 社や D 社はどのような対応すべきかというところがやはり問題として設定しています。 ここはあの絶対的ながあるわけ答えがあるわけじゃないので皆さん、ぜひお考えにな,なりながら私の,あのちょっと眠くなりそうな話を聞いていただければと思いますが眠くならならいように頑張りますね,、はいでですねえっと、このビジネスの人権というのは皆さん耳にされたかされてないかあの最近あの、日本政府もかなり積極的な取り組みしてますのであの、まあ、経済史もでもです、ね、こういうような。 言葉あ出るようになってきてると思いますがそうはいうものの一般の方もそんなにはまだ知られてない言葉あのコンセプトかなっていうのは私も仕事しながらも思います。でこのビジネス人権っていうようなコンセプト考えはですね、えー、実は、えー、と国連を中心とした国際社会、えー、各国政府国際機関では大きなトレンド中心的なテーマとなってまして 各国でこれに関連するです、ねえー、と法律がどん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 できていて、えー、各国の企業がです、ね、その規制を受けるようなあ状況になっています。で日本国内では法律はまだできてませんが後ほど説明するとおり日本政府もです、ね、やっぱりそういうような国際的なトレンドにこうしきれないまたは対応しないとまずいというふうには思っていて、えー、ガイドラインというものを日本政府としては作ってです、ね、企業にそれを遵守するように。 えー、それに対応して積極的に取り組むようにというふうに、えー、推奨しているというような今、段階であります。で、えー、とじゃあこのビジネス人権という考えの基本的なところはそもそもどこにあるのかというとですね、えー、2011年、えー、と今2023年ですので、12年前ですかね、えーと、国連人権理事会というです、ね、国連の機関。 えと割と新しい機関ですけど、まあ、国連の安全保障理事会とかの機関とを、まあ、あの類似する国連の正式な機関ですけどそこでですね国際的な文書になりますっていうふうに正確に申し上げたのはこれは別に条約とかで,す、ね、ではありませんので少なくとも2011年当時は法的な何か拘束力を持ってるものではありません。 がまあ、国連人権理事会という国連の正式な機関が全会一致で支持した文書でですねかつあの先ほど申し上げたとおり各国の政府日本政府ともにです、ねえーまあ、これを本当にベースとしていろんな政策法律を作ってますのでガイドラインを作ってますので非常に今は権威がある文書で逆にこれをです、ね、あの反対するような政府とか 企業はですね、ちょっと今、もう常識外れになりつつあるというような、極めて非常な、まあ、重要な文書です。で、このビジネスと人権に関する国連の指導原則っていう文書なんですけれども、これはですね、いろいろなことは書いてるんですが、本件に、今回のお話について、即して言うと、企業がです、ね、世界人権宣言、国際人権規約、ILO ・中核的労働基準、 をはじめとするです、ね、国際的な人権基準を尊重する責任を負うことを明記した国際的な文書初の文書ということになります。で各国の政策や法令の基礎となっている最重要な文書というようなことになります。でじゃあ,あの企業がそういうのはその、まあ、ビジネスをしていく上で人権を尊重する責任を負うっていうふうには定めてるわけですけどじゃあ 具体的にどういうことをやりなさい、やるべきだっていうふうに言ってるかというとですね、ここにあの下のほうに3つ挙げてますけど、人権方針の策定、その企業がですね、人権を守ると、ビジネスをしていく上で人権を、どういうような方針、こういうような方針を策定すべきであるということをまず1番目に挙げてますし、次に2番目で人権デュリジェンス、人権ディとも言いますけど、これの実施運用ですね、さらに救済。 人権に関して、まあ、侵害された被害者をです、ね、救済すべきであるとそしてそれ,に伴うそれに関連するメカニズムを構築運用しないといけないということをやっていますでこの三つの大きな柱を三、ね、つの大きな要素を企業に求めていますで日本政府もです、ね、この三つの要素を企業に推奨してまして積極的な取り組みを図るように政府の計画を立ててです、ね、求めているというような状況になります でこの人権方針の策定ですけれどもじゃあですねこの国連,指導原則国連のビジネスと人権に関する指導原則国連指導原則って略しますけどこの国連指導原則が企業にどういうような人権方針を策定するようにっていうふうに言ってるのかって言いますと,、えー、と結構ですね具体的に書いてます。つまりはまあ、まあ、ABCDE って言ってるんですけどえっ、ー、とですね 今日のお話について関連して、重要なところはですね赤で書いてますが、社員、取引先および事業の企業の事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して、当該企業が持つ人権についての期待を明記しているということをが、ちゃんと人権方針に書かないといけないよと、その人権方針に従って企業は取り組みをしないといけないよというのを言っています。 でもう一つ、赤で書いてるのが重要で、企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続きの中に反映されているということも言っています、えっと。でですね、あのまあ、ちょっと日本語が分かりづらいんですけど、えっと、私の責任というわけでもなくてです、ね、これ基本的には国連のビジネス人権指導原則というのは英語の文書でありますので、まあ、これをです、ね、あの国連広報センターってというところが、まあ、ウェブサイトで日本語訳で出してますけど、えっとまあ、基本的には直訳ですので、ちょっと分かりにくいですが、 えっと、なるべく分かりやすく説明するとですね、えっと、企業は自分たちのやってるビジネスの中で、えー、人権を守らないといけない,っていそれで人権を保護しないといけないっていう方針を打ち立ててちゃんとそれを公表しないといけないっていうのをこの国連指導原則は言ってますで C と E で言ってるのは C ではですねその企業の社員企業,、まあ、企業のグループの社員役員社員だけじゃなくて その企業が行っている事業、製品、サービスに直接関係する関係者すべてに対して、ですねべての関係者の人権を守るように頑張らないといけないっていうのも言ってるんですけどそれだけじゃなくて、その関係者に人権を守るようにちゃんとこの企業としてもですね期待してますよっていうのをちゃんと示さないといけないと言ってますつまりえっと さっきの例で言うとです、ね、C さんもしも皆さんが C, さんのあ C 社のです、ね、大手企業上場企業 C 社の社長さんだとすると,、えー、と自,分自社の取引先に対してうちの会社うちのグループは人権を守るということをちゃんと打ち立てて人権方針立てたのであなた方も私たちの取引先としてちゃんとそれを守ってくださいよっていうのを要請しなさい期待を示さないといけないよとで期待を示すだけじゃだめで。 実際にもしも何らかの問題が発生したらちゃんとそれを働きかけなさいよっていうのをまで言ってるんですね。で、えっとまあ、C が基本的にはそれを、まあ、趣旨を言ってて、えっと、E はまあそのそういうようなことをできるように自社自社グループの体制をしっ,かりしっかり整備しなさいよっていうのを E では言っています。 で次です、えっと、人権デューリージェンスというのは、えっとまあ、あの最近ニュースでも,もそこそこ出だしている言葉でありますけど、えっとまあ、何を言っているのかというとです、ねまあ、デューリージェンスってそもそも日本語じゃないですけど、えっとですね、この国連指導原則の17では一応言っているのは人権への負の影響を特定し防止し 軽減し、そしてどのように対処するのかということに責任を持つために、企業は人権デューティージェンスを実行すべきであるっていうふうに書いています。でも、これ、まあ、これも英語で書いてるし、かつ、えっ、ー、とまあ、ちょっと法律的なチックな文、えっ、ー、と文章なので、分かりづらいと思うんですけど、えっ、ー、とあえて分かりやすく言うと、人権デューティージェンスっていうのは、人権監査っていうふうに日本語で言われます。ちょっと分かり、その方が分かりやすいかもしれないですね。つまり。 企業が先ほど申し上げたとおり人権方針をちゃんと打ち立ててそれをまあ公表して取引先にえと私たちは人権を守る,守るようにこれから頑張りますとあなたたちもあなたたち取引先もそれについて頑張ってほしいし協力してくださいっていう言うわけですけどそれをですね実行するためのプロセス手続きとしてその企業グループ企業のビジネス またはそのビジネスに関係する取引先でですね人権上の問題が発生しているかまた発生しそうかっていうのを監査するアセスメントするっていうような手続き行為をですね人権流事点数っていうふうに言いますだからまあ日本語で言うと人権監査っていうふうに言い換える時があります、まあ、だから人権監査って言った方が分かりやすいかもしれないですで、えっとまあ、A がですね A はあの、まあ、赤で <laughs> 書いてるんですけど、この国連指導原則が言ってるのは、企業がその企業活動を通じて引き起こし、あるいは助長し、またはその取引関係によって、企業の事業、商品、またはサービスに直接関係する人権の負の影響を対象とすべきであるというふうに言ってます。つまりは、その企業やグループ企業の内部の問題、つまり社員や役員の 問題だけじゃなくて取引先サービスを提供する側またはサービスを提供す受ける相手方においてですね人権上の問題が発生しているかどうかをちゃんと監査しなさいよっていうのを A で言っています。で C では、えー、とその企業の事業や事業の状況の進展に伴ってですね人権リスクまあだから人権上の問題がですね時とともにまあ絶えず変化していくと。 そのことを認識した上で、一回、こっきりじゃなくて、ですね継続的にちゃんとこの人権監査を行わないといけないよっていうのを C で言っているということになります。でえっと、この人権リューリージェンスっていうのは、まあ、最近なんかちょっとバズワード化しててあのますけど、えーまあ、ちょっと今あのお話ししたように、ですねポイントとしてはですね、あの 例えば M&A、企業の買収のときにデューディデーディジェンスをするとか言いますけどあれっていうのは別に企業は買収するときにですねあの、えっと、買収対象の企業に何らかの問題が発生してたら買収しちゃったらまずいのでまずは監査するっていうのが、まあ、一応 M&A のデューディーですけどそれとはちょっと違ってつまりはその、えっと、ある企業がその事業を <laughs> まあ見るあの基本的には継続的に行っていく中で自社 自社グループあとは取引先で,です、ね、何らかの人権上の問題があるかまた発生するかっていうのを絶えず監督監視しそれ問題がないかっていうのを絶えず、まあ、定期的にです、ね、または問題が発生したら緊急に常に監査をしていくとチェックをしていくアセスメントをしていくっていうことをこの人権デューディエンスは求めています。ですので M&L とかでいうですねデューディエンスとは違います。 でまあ、今言ったように一回的ではなくて継続的に行っていくという意味ですので、まあ、メカ企業が事業運営で行っていく際にもう何か行ってるなんて組み込まれているメカニズムって考えた方がいいかもしれないですね。でと <laughs> 一応プロセスとしてはですね、まあ、じ実際にあの、まあ、方針を策定して調査対象を確定してですね、まあ、リスクを評価して対応措置を取っていくモニタリングをしていく。それで えっと結果をです、ね、あの相当な限度で開示してまた調査対象を確定していくという形で大豆なんていうか PDCA といいますけど、まあ、定期的にプロセスとしてはあのどん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 回していくとあの繰り返していくというようなことで、まあ、人権上の問題が発生しないように発生してもすぐに探知できるように確認できるように行っていくというプロセスになります。ただです、ねまあ、人権上の問題って あのまあ企業がビジネスしていくう上ではまあ,ありとあらゆるところで発生する可能性あるわけですしえまあ重大な問題もあればですね重大度でまあ差がある問題もあるわけですけどもそれはまあそのリスクっていうものをそれぞれ判断していってどの問題が一番重要そうかっていうのを企業がまさに経営判断としてちゃんと順位をつけてですね 監査を実施していかないといけないということにもなります。で,でですね、じゃあ、あの <laughs> まあでも結構私,は私が今申し上げているのって、あの皆さんご推察の通りですね、今日これって実はやることすごく難しいことになります。つまり企業がです、ね、自社、自社グループだけじゃなくて取引先 のですね、人権問題もちゃんとチェック監査していかないといけないまたは問題を把握していかないといけないとなるとですねあ,のありとあらゆる問題人権問題が発生しているし発生する可能性があるわけでじゃあ例えばその取引先の企業とのにおいてですねどういうようなものが重要なのかとでそのある企業が取引先の人権問題と どの程度密接に関わっているのかっていうのをですねやっぱり類型化タイプを分けてそれによってですねじゃあその企業が取引先のその人権上の問題にどう対処していくのかっていうのをですね、えっと、分析していかないと、まあ、企業としてはあの経費判断としてもですねなかなかどれを優先優先的に取り組んでいくのかいくべきなのか逆にまたは取りあの対応しないでいい問題もあるかもしれないっていうこともあるので 類型化基準が必要ですで、えっと、国連の、まあ、この指導原則ビジネス人権に関する指導原則が累計化してですねかつ、えっとまあ、国連のビジネス人権指導原則っていうのは、まあ、最重要の文書で、まあ、各国の法律とかあの EU の指令とかも含めて、えーまあ、あの全て、えー、この累計化に基本的には従っていろいろお制定、えー、施行されてますけど あのそういう意味ではこの類型化っていうのがすごい非常に大事になってきます。で、えっと、ちょっとなんかあの話が細かくなりすぎるので、えー、なるべく分かりやすくざっくり話しますけど、えっと、例えばですね、えっと、自分、自社、自分たちの企業が直接的に具体的な人権問題を引き起こしちゃってる、または引き起こす可能性がある場合っていうのはですね、これは当然、 まあ自,分自分自社がその直接の原因となって人権上の問題を発生させてしまっている発生させようとしちゃってるわけなので自社がもうと直接自分としてですねそれを停止する予防すればいいことになるし、まあ、だから責任も負ってるわけだけど自分がまあ自分の行為だから自分が停止予防すればいいっていうことになりますで次2番目の例形ですけどえっとですねこれは 自分自身自社の行為が直接の原因にはなってないんだけど他の会社他の個人の行為を介在して人権上の問題が発生してしまっているということがこの2番目の資格の累計になります。でこの場合には、えー、とやはり責任を負っていてですねつまり人権上の問題があ、えー、広がらないように。 または防止するように、えっと、つまりはこ,この類型というのは自社が、まあ、その人権問題をの発生を助長してしまっているというような類型化になるわけですけどその助長していることを停止したり、まあ、予防したりですねまたは影響力の行使って書いてますつまりこれはですね自分自身が自社自身が人権上の問題を引き起こしてないわけだけど 第三者、まあ、第三者というのは例えば取引先ですね取引先の行為が直接の原因となりつつも自社の行為と第三者取引先の企業がの行為が相まって人権上の問題が発生してしまっているので、えー、その自社のこ,こちら側のです、ね、対策としては取引先なのでつまりそのビジネスをしてるわけですよね。 そうすると影響力はビジネスを通じた影響力があるんだから影響力を行使することによって人間上の問題が発生していることをまあ防ぐまたは予防するまたは改善することができるしそういうような責任を負うべきだっていうのを2番目の類型で言っています。で3番目の類型これが、えっとまあ、今回の,そのジャニーズ事務所の問題にも関連してくる類型っていうになりますけど これです、ね、ある企業が自社と取引関係を有する第三者があるわけですけど、第三者によって人権問題が引き起こされている、または引き起こされる場合であって、その当該人権問題がです、ね、自社の事業、製品、サービスと直接結びついている場合と、まあ、つまり、えっと、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、えっと、例えばです、ね、皆さんが社長さんをやっている会社が、 取引をしている相手が取引先の企業がですね、まあ、人権上の問題が発生してしまっていると。でそのもちろん皆さん,が会社皆さんが社長さんをやっている会社の事業そのものから人権上の問題が発生してないんだけどその取引先とですねその、まあ、事業や製品やサービスを通じて直接密接に結びついているので。 第三者のこうその人権上の問題とですね皆さんがやってる会社のビジネスっていうのがかなりなんかもう関連性がかなり深いんですよねなので皆さんの会社はそれをですね防止するまたは阻止するまたは改善する責任を負ってます。でじゃあ責任を負ってるんだけどじゃあどうすればいいのかっていうと皆さんの会社はこの直接人権上の問題を引き起こしてしまってる 取引先の企業とまさにビジネスをやってるので影響力を行使できる力を持っているとじゃあその力を持っているんだからその力を行使して影響力を使ってその改善を図るように強く要請するまたは支援逆にですね助言する支援するっていうようなことができるしその責任を負ってるんだってことを3番目の累計では言っています 一応この3類型っていうのを、まあ、類型化してですね、えっとまあ、本件は3番目の類型に当たると思いますけど3番目の類型に従って影響力の交渉をすべきであるとそのような責任を企業は負っているんだってことを、まあ、国連の主要原則は規定しているわけですで、えっと、本件はですねこの3番目の類型に当たるんじゃないかなっていうふうには考えるってことになります でですねこの影響力の行使、じゃあ、まあ、いろんな影響力の行使のやり方はありますが、じゃあ、ですね影響力の行使をするにしても、まあ、いろんな影響力の行使はありますけど、じゃあ、取引関係をですねもう停止してしまう、契約関係を切っちゃうっていうのは、皆さんのが社長さんをやってる企業だとして、ですねあり得るのかっていうことは、ですね当然、 あの経営判断とととしてあり得るあの考えることだと思いますもちろんやるかやらないかは別として。で一見ですね取引関係の停止終了っていうのは良さそうな気もしなくもないですねつまり皆さんがもしその会社の社長さんで人権問題が批評されている会社と取引先の企業なんだけど皆さんの会社を守るって考えるとですねもうリスクを遮断しちゃってそういうような企業とは取引しないと。 それはひどい企業とは取引しないのがむしろ皆さんがやってる会社を守るためだしコンプライアンスには即してるんじゃないかっていうには一見思いますただ本当にそうでしょうかあのこの国連ビジネスと人権指導原則っていうのはちょっとあの後でちょっとコ,あのコンセプトをもう改めてお話ししますけども、えっと、かなりですねそれまでのビジネスっていうものを 見方を転換したパラ,パラダイムを転換した文章っていう,うに言われてますつまりその企業がビジネスをしてて自社の経営リスクを判断してですねリスクを管理すればいいっていう発想を変えて被害者の側から見てですね被害者の保護や救済のためにじゃあその意味に向けて企業はどういうような責任を負っててどういうような対策を取るべきだっていうふうに 発想を変えた文書国際的な文書でその国際的な文書がいつの間にか今非常なあ重要な文書になってて各国の政府や日本企業を含めてですね少なくとも人権方針ではあの指導原則ここの国連のビジネス人権指導原則っていうのをもうベースにしていると自分たちはこれに従ってビジネスをしていきますっていうふうにもう公表しているような権威のある文書になっているわけですけどこの国連ビジネス人権指導原則っていうのは えっとこういうような人権上の問題が取引先で発生した場合には取引関係の停止終了はですね最後の手段であって最初に取るべき手段ではないっていうふうに言っています。じゃあなぜかっていうとですねえっとこれはですねえっと日本政府がこの国連のビジネス人権指導原則をベースとして日本企業に対して取るべき対策をいろいろ分かりやすく日本語で解説した 文章であるガイドラインを公的な文書として発表してますけどもここで書いているのが割と分かりやすく書いてますのでちょっとここで引用してます。述べますけども取引停止はですね自社と人権への負の影響とのですね関連性を解消するものの負の影響それ自体を解消するものではなくむしろ負の影響への注視の目が行き届きにくくなったり 取引停止に伴い相手企業の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど人権の負の影響がさらに深刻になる可能性もあるとこのため人権の負の影響が生じているまたは生じ得る場合直ちにビジネス上の環境を停止するのではなくまずはサプライヤーと,との関係を維持しながら負の影響を防止軽減するよう努めるべきであるとしたがって取引停止は最後の手段として検討され適切と考えられる場合に限って実施されるべきであるといううに言っています。 えつまり、えっとこのここの、この国連のビジネスと人権指導原則という文書、さらにビジネスと人権というコンセプト、を考え、さらにこの人権という事実はですね、何のためにあるのかというと、何より被害者の救済、人権の保護のために考えられているコンセプト、文書ですので、じゃあ、被害者の人権の保護を考えるとですね、 その企業にとって取引先からひどいことしてるからじゃあもう関係切っちゃってその,あのその企業を守ればいいっていう発想ではなくて取引先でまさに人権を侵害されて苦しんでる、まあ、人々がいるわけですけどもその人たちにとって何が大事なのかとそのために影響力を行使すべき。 っていうのが、ああ、その影響、そのために影響力を企業は行使すべきであるっていうのを、この国連ビジネス人権指導原則等は求めてるってことになります。なので、えっと、問い関係切っちゃうと、あの人権が侵害されるっていう、むしろそれが重大化しちゃうので、それは。あ、もちろん最後の手段としてはあり得るけど、お、できるだけそれを、まあ、最後の手段としてですね、と、あの、位置づけて。 できるだけ影響力を行使して、その事態の改善に企業として責任を持ってです、ね、努めないといけないということを言っているということになります。あと,、えっと、国連のビジネス人権指導原則も、かなりいろんなところに行ってますけども、企業はです、ね、被害者や人権擁護者、まあ、被害者の側に立つ弁護士さん等ですけど、まあ、そういうような人たちとか、 労働者、労働組合、NGO、現地住民等々のです、ね、対話、共同を十分に果たして、その人たちのまあ状況というのを把握しながら、責任を果たすべきだし、対策を取るべきだというふうに言っています。でさらにです、ね、えっと、もう一つ、国連のビジネス人権指導原則というのは、<laughs> 企業に求める三つの3つ目の要素というふうに言ってまして、救済・苦情主義メカニズムというふうに言ってますけど、 えっと今日はあまりあのここはあの詳しく話すポイントではありませんが、えー、何らかの,です、ねまあ、あの人権上の問題が発生した場合には、まあ、企業はです、ね、きちんと責任を果たしてその被害者の救済を図るべきであると、でえー、その問題が人権上の問題が発生したかどうかを早期に情報収集するためのメカニズムを構築しないといけないというのを言っています、まあ、それがこの点です。 でとここで言っている中ではです、ねあのまあ、企業としてはです、ね、対話を通じてその被,害者との被害者のです、ねまあ、状況を十分把握しないといけないとかその企業がです、ね、適切な対策を考える際には独立した第三者に助言を得ながらです、ね、対策を取っていかないといけないというのも言っています。 でえっと、ここではです、ねあのまあ、日本企業がすでに持っている内部通報制度、コンプライアンス通報制度と,とです、ね、このビジネス人権が言っている、国連ビジネス人権指導原則が言っている、この救済のためのメカニズムとの比較の表というのを、まあ、かなりあの分かりやすくコン,コ,ンコントラストを描くようにです、ね、書いてますけど、私のであの表で作ってますけど、 こういう,ような形で、えー、かなりです、ねえー、と違いますそもそもかんあの。そもそものコンセプトが違うということですね。えー、つまり、まあ、コンプライアン,ンス通報制度とか内部通報制度は、もちろん被害者の救済という目的がないわけじゃないですけども、基本的には企業の、まあ、リスクマネジメントの観点でしかあの形成されてきたメカニズムです。一方でこののの救済のためのメカニズム 国連のビジネスと人権指導原則やビジネスと人権というコンセプトに基づくメカニズムはですね、えー、先ほどから申し上げているとおり被害者の保護を救済のためにのメカニズムですのであの発想が違いますですので例えば通報可能なものっていうところで言うとですね、まあ、コンプライアンス通報制度内部通報制度っていうのはもちろん企業ごとに設計は変えられますけど基本的な発想としてはですね、えー まあ役員や従業員に限定されていますいるのに対してこのビジネス人権に関する救済のメカニズムではですねステークホルダー全般つまり企業に関わる企業の取引先下請け先または現地企業がビジネスをしていく中での現地の住民または消費者も組みますけどそのようなステークホルダー利害関係者全般がですね通報可能であるとかまたはその企業が <laughs> 行っているですね 問題に関してはサプライチェーンにおける人権の保護とかです、ね、環境保全とか個人情報の保護等広い問題べてについてちゃんと通報を受け付けるべきとかです、ね、あとは問題解決の透明性実効性という点でも先ほど申し上げたとおり企業がその問題を把握して救済措置を考えて取っていく際には 企業だけが独善的に判断するんじゃなくて、独立した専門家に、えー、仲介、または関与してもらってです、ねえー、その上で、えー、独立した第三者の助言、または仲介を受けながら、問題の実効的解決を図って、被害者の救済を図るべきということをが、この指導原則、ビジネス人権のベースとした救済のメカニズムでは求められているという形で、かなり、えー、違ってきてます。 でこのビジネス人権に関する進展ということで挙げましたけれども、あの最初に申し上げたとおりで、各国ではです、ね、もうどん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 法律ができています。ここでも挙げましたけど、も、えっともとはです、ねまあ、金融危機後の、まあ、金融規制アメリカの金融規制改革法、ドッド・フランク法に基づくです、ねえっと、紛争鉱物規則、規制というのがありましたけど、まあ、それが2010年あの、SEC の規則自体は2012年ですけど、 まあそれからですねえっとまあ同じ2012年で、米国のカリフォルニア州サプライチェーン透明法、これはカリフォルニア州で活動する一定規模の企業に強制労働を防ぐ措置を公表することなどを義務付けたというような、これはアメリカの州法ですけど、なりますでとこの当時はですねそれこそあのえっとカリフォルニア州の州知事はあのシュラゼネカーさんがですねあの政治家やってた頃に州知事でこの法律に署名したというような時代ですね。あとは えっと、この法律ができ、州法ができて、積極的に執行してたのは、今、アメリカの、えっと、副大統領のカマラ・ハリスさんがですね、カリフォルニア州の司法長官をやってて、えー、積極的な執行を図ってたっていうのは、もうかなり前、10年以上前ですね、まあ、そういうのは先駆けとなる、実際の法律です。で、それからですね、アメリカの現代奴隷法っていう、うあ,あごめんなさい、イギリスの現代奴隷法っていうですね、 イギリス国内で拠点を置く企業が強制労働をサプライチェーン上バリューチェーン上のまあ労働強制的な労働をですね防ぐ措置を公表することなどを義務づけている法律でえまあ今も存続していて日本企業もかなりこれに基づいて情報開示を行っていますけどまあそういうような法律ができたりとかですねまああのもうどん,どんどんどん法律ができています。 で例えば、まあ、2016年に、えーまあ、改正されたアメリカの貿易円滑化貿易執行法というのはです、ねえっと、強制労働によって採掘生産されたアメリカ国外での製品をがアメリカに入ってくるのをです、ね、原則的に輸入を禁止するという法律ですけどこれはアメリカの連邦法ですけど、えっとまあ、ユニクロの製品がです、ねえっと、ウイグルに関連して、えーまあ、強制労働であると。 共生労働に関連している製品だということでアメリカへの輸入が差し止められたというのが、まあ、メディアでかなり報道されて、まあ、国内でもかなり報道されましたけど、まあ、その根拠となる法律のあだとなります。あとはまあフランスでも法律ができたりとか、まあ、オーストラリアですねあとは、e、の EU のユーこれは紛争鉱物規則という形ですけどもできたりとかオランダノルウェーさらにドイツでも法律ができています。 でえー、とアメリカでは、えー、と2021年12月に成立して、えー、と昨年の6月に、えー、施行されているウイグル強制労働防止法ですね、これは、えー、と先ほど申し上げたアメリカの州法を強化したような法律ですけれども、連邦法ですけれども、中国の新疆ウイグル自治区に由来する輸入を原則として禁止する法律となります。 さら、えっと、にです、ねえっと、EU の人権・環境リューディジェンス指令案ということで、これはです、ね、EU 域内で事業を行う企業に人権上の問題、環境上の問題が発生しないように、リ、え、ューディジェンス、まつまりはまあ監査を実施して、かつ先ほど申し上げたような救済のためのメカニズムの設置などを義務付ける EU の、まあ、法律、まあ、というか、まああのまあ、指令ですね。それが、まあ、EU の まあ今、欧州議会で審議中で、おそらく成立の方向ですけども、それもできそうだということになります。ただ、これ、EU レベルの指令ですので、これに基づいて EU の加盟国が国内法を制定するという,うな流れにはなります。ただ、EU でこういうようなあの法規制ができるというのは、非常にあの大きな流れで、e、EU が今、こういうような分野では主導権を握っていますので、 えー、日本企業としても日本政府としてもですねなかなかこのトレンドをこうするというのは難しいし、まあ、日本企業は特に、まあ e、で EU は大きな市場ですのでこういうような法律を法律、まあ、国内法レベルになってくるとですねあのちゃんと遵守していかないといけないということになります。で、えっと、先ほどはちょっと引用しましたけども日本政府もですね、えっと、まあ法律はまだできてませんが、えー、責任あるサプライチェーン等における人,人間尊重のためのガイドラインということで 国連,のビジネス国連のビジネスと人権指導原則とです、ね、それに関連する国際規範をまあ分かりやすく、まあ、日本語で解説した文書公的な文書を策定公表してまして日本,日本企業に対してです、ね、それを遵守するように呼びかけて推奨してますでと今、日本政府内ではです、ね、このガイドラインを法制化する法律化するというような議論もなされているというふうにメディアでも報道はされています、えっとでえー、私が聞く限りは、まあ、政府内でも、えー、賛成派 あの新調あいろんな方々がいらっしゃって、まあ、法律化するかまた法律化するにしてもどういうような内容になるかということはまだまだ見えないところだと思いますけども、まあ、ただあの、まあ、先ほど申し上げたような各国の法律各国で法律がどん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 作られているという状況からするとあのいつまでもですね日本で法律ができないっていうわけにはいかないし、えっと、最近のまあ経済安全保障とかあとはまあ 対中国つまりまあ日本としても外交経済政策としてもですねアメリカや EU とまあ連携していかないといけないっていうような政策の基本的な方向性もありますのでそうするとこのビジネスの人権に関してもですね何らかの法律をもちろんあのどこまで厳しい法律を作るかという別として作るような方向に 1、一年後かわからないですけども、いずれは向かうんじゃないかなというふうに私は推測しております。で、えっと、ビジネスと人権の進展に関するちょっとあのまあ状況についてかいつまんで言いますと、あ皆さん、メディアの方々がですね、まさに報道されているところではございますけれども、まあ、外国人の技能実習生の問題、女性活躍推進の問題、障害者への合理,理的配慮とかですね、 LGBTQ の社員への対応等について非常にまあ報道がもう以前、まあ、例えば5年前10年前と比べてです、ね、非常に活発化してきているとこれはあのやっぱり国際的な考えの変化今日お話ししてきたこともありますし、えっと、日本国内でのです、ね、人々の意識っていうのもかなり変化しているっていうのはあると思います、まあ、さらにあのまあ東京オリンピック・パラリンピックの開催っていうのもかなりまあエポックメイキングだったと思いますけども あのまあ、その開催直前まで至るです、ね、あの過程でまあいろんなことが発生しましたけれどもその中でやっぱり日本国内と日本国外のです、ねまあ、感覚意識っていうものに大きな差異があって、えー、日本国内ではなんとなく許されてたりあんまり意識化されてなかった問題っていうのが海外の視点からするとです、ね、大問題だっていうことが認識化されてですね、えー、日本国内で急いでそれを対応しないといけないというような まあ状況が東京オリンピック・パラリンピックの開催直前に発生したりもしましたけれども、まあ、そういうよういいいなここことととがが起ってるあります、まあ、さらにソーシャルメディアを通じた個人の発信力の拡大、まあ、つまりそのこれまではまあ新聞とかテレビでは必ずしも報道をしなかった事件とか情報がですね、まあ、あのツイッター等のソーシャルメディアを通じた個人個人がです、ね、発信力を持つようになったためにですね、えー まあ企業特に企業がビジネスをする中での炎上鍵格好付きですけども延長のリスクっていうのが大拡大してきているということがありますさまらにあのまあちょっともうちょっと広い視点でいくとですねまあ企業の経済活動が拡大してバリューチェーンサプライチェーンが世界中に張り巡,張り巡らされている中で,ですねそのある企業の事業が国内外のステークホルダー まあ利害関係者に与える影響を認識把握しないことっていうのは、まあ、企業の重大な経営リスクになってきてるっていうのはあるし、まあ、逆にですね人々の意識が変わってきてるってだけにそれは日本国内でも大きく変わってきてると思いますけども、まあ、人権や環境等のです、ね、社会的な課題あの、まあ、いわゆる ESG 課題の重要性を認識してそれをオポチュニティ収益機会、収益のための機会として適切に対応すれば、まあ、企業価値、まあ、社会的な評価も上がりますし 企業の中長期的な時間軸で見ていくと企業価値、企業の利益をの向上を実現可能だというような考えが、まあ、かなり今広まってきています、えっと。さらにまあ大きな点で言うとです、ねまあ、ステークホーダー資本主義とか新しい資本主義と呼ばれますけどもあの、まあ、株主資本主義と言われていて、えー、まあ一ろは言われてて株主資本主義というのが何なのかというのもかなり議論はありますし 果たして日本で株主資本主義がそもそもまだ実現できているのかというまた議論もありますけれども、ただ少なくともその資本主義の在り方、あの企業にが果たすべき役割、責任というものについて、かなり人々の認識というのが今変わってきているというのは皆さんもお考え、お感じなのかなというふうには思いますし、私も感じます。それはあの、まあ、あののコロナウイルス感染症のです、ね、世界的なな蔓延というああいうような あの、私も今考えても非常に、あの、大きな世界的な、歴史的な、あの <coughs>、あの、期間だったなっていうには思いますけども、ああいうような時を経てですね、あの、人々のやっぱり、私も含めて認識、意識っていうのは変わってきてると思います。あの、経済とか、あの、世界、へどう自分が対応するのか、逆にどういうような影響を受けてるのかっていうような認識もかっかったと思うんですけども、まあ、そういうような。 ことを踏まえてどん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 ん意識が変わってきているということはありますし、あのまあ E C とか S T G S っていうですねあのことに基づく経営とか E C っていうようなことに重きを置いて投資とか融資を行うべきだっていう金融機関の動きもすごく広まっています。さらにあのまあ日本企業という視点から見るとですね、国際企業を中心とする取引取引先から例えばまあサプライチェーン上バリューチェーン上のですね問題人権を 保護すべきだとか人権上の問題が発生しないようにきちんと対応を取ってくれとかですねあの環境問題を発生させないようにしてくれとか気候変動のためにですねまああの温暖化の排出ガスの削減に努めろとかいうですねそういうような要請がどん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 出てきていてまあ日本企業もあの国内市場では生きていけないようなもう時代ですので。 そういういな取引先からの要請に懸命に応えて、まあ、企業としては生き残りを図らないといけないというような状況になっていると思います。まあ、それはだからまあ一瞬まあ日本の国力が落ちているとも言えると思いますし日本の市場とまあ国海外の市場がつながっていって日本企業はあの日本だけの視点ではもはや事業は成り立たない、えー、50年後100年後まで存続で,き存続できないような時代になっているということとも関連すると思います。 えっと、さらにあの、まあ、ちょっとあの企業法とかあの上場の発想から言うとですね、まあ、コーポレートガバナンスコードっていうのは、まあ、これ、上場投資,の投資とか、まああのまあ、上場企業のための規則としての位置づけでありますけれども、まあ、コーポレートガバナンスコードではです、ねまあ、上場企業は株主以外のステークホルダーと適切に協力、共同していかないといけないとか、 サステナビリティを巡る課題に積極的に取り組まないといけないということが明記されるようになりましたし、非財務情報についても開示を進めないといけないということが義務付けられたりとかですね、さ、ま、ら、あ、にあの人的資本経営、まあ、これも非常にバズワード化してきてますけども、あのまあ、企業の中の人材をです、ねえー、きちんと、まあ、資本として、まあ、利益、えー 成長企業の成長を生み出すベースとして捉え直してですねその価値を人的資本の価値を最大限に引き出すことで企業の中長期的な価値向上につなげるという経営が重要であるということが、まあ、今言われるようになっていて日本政府もこれを中心的な施策として挙げて今推進しています。 で日本企業の対応における重要ポイントということでは私の方でもよく各企業にもしあの、まあ、経営陣とかあの責任者の方に申し上げているのはあのこのビジネスの人権を中心とする、ね、ESG 課題、SDGs 課題というのが、まあ、企業経営の中核的な課題となっていてです、ね、各企業の経営陣と各部門が自分,自分のこととして対応すべきだし きょうお話ししてきたビジネス人権に関する国連指導原則やですねそれが尊重すべきと言っている国際的な人権条約国際環境条約等の国際的な規範というものが非常に大事になってきていて日本国内の法律だけ見ていればいいわけじゃなくて別途尊重する必要があるというようなことが日本企業の経営陣としても求められているということになります。 まあさらに、日本企業としてはメディアや機関投資家に対してえ逆に戦略的な情報の解除をしないといけないとかえさらにはまああの最近はイエシアクティビズムと言われますけどもまあ日本の上場企業に対してもですねえ例えばそのまあ気候変動や環境上やですねまた人権上の取り組みというのをきちんと進めないといけないとそれについてまあ株主提案を行ってくるというような投資家株主が 日本でも出てきてますけども、それに対する対応が迫られたりとかいうようなこともあって、まあ、日本企業としてはですねあの、まさに経営上の課題、判断の材料として、このビジネスと人権を中心とする社会的な課題っていうのをお取り組みをしないといけないということが言えると思います。で、と最後のところなんですけども、おあの私がなんかよく申し上げてて、このジャニーズ事務所の問題ともすごく関連する、まさにテレビ局やですね、 そのジャニーズ事務所の取引先の企業が対応する際に必要な基本的な視点ということだと、関連して私の方でもう言えるところかと思うんですけども、ある企業が社会的な存在として、ですねこれはあの企業ってつい、かかていうかその私たち個人個人とは違うというふうに発想しがちなんですけども、企業も実は生き物だっていうのは私も仕事しててすごく思います。つまり 1>, 1年2年先のことだけ考えていればいいわけじゃなくて50年100年後まで存続するために企業っていうのは生み出されて、えー、まさにいろんな社員役員の方々の人生あのその家族の方々の人生がかかってる、まあ、実態なわけでその企業はですねいろんなバリューチェーンサプライチェーン上の取引先営業先と,の、まあ、とか、まあ、社員の方、まあ、消費者の方カスタマー含めてですね と結びつきを有して関係性の網の目の中で生きていく社会的な存在であるとだから持続的な中長期に存続成長していくためにはどういうようなことを対策としてすべきかっていうのが基本としておかないといけないってことがあると思いますで50年後100年後の未来とかそれこそ次の世代の見通しでですね企業を運営していかないといけないと。 まあさらにあのまあパーパスの重要性、パーパス経営って最近はよく言いますけども、パーパスって外来語ですけども、あえてフランス語で言うとあのレゾン・デートルって法律で使ってますけど、このパーパスを言い換えてますけど、レゾン・デートルってまあ日本語で言うと,まあえっと存在意義ですね。存在意義っていうとまだ分かりやすいんですけども、その企業が、 よって立つ存在意義って何なのかっていうことを突き詰めて考えてじゃあ日々の営業を事業で取るべき対策取らないといけない対策っていうのを考えないといけないということが言えると思いますそれがまあコンセプト社税基本理念というところにあって日々の問題にいかにどういうような姿勢を示していくのかっていうのが求められるしまさに今求められる時代に入ってきているということになると思います。 でえっと、このビジネスと人権というコンセプトの新しさというのはさっき申し上げたんですけど企業、まあ、それは私たち個人もそうだと思うんですけども自分からの眼差し視点ではなくて企業としてですねもしも50年後100年後まで存続するって考えると企業から見るんじゃなくて企業の取引先サプライチェーンバリューチェーン上の相手方または その取引先によって実は発生している人権侵害の被害者の方から見てです、ね、その企業が求められる取引責任または対策を考えないといけない発想を転換するっていうのが求められるつまり、えっと、企業にとっては他者で,であるステークホルダーの視点側の視点から 眼差しからです、ね、企業が取るべき対策っていうのを見ないといけないということが言えるってことになると思います。でこれっていうのはあの、えっと、私がなんかビジネス人権っていうことを、まあ、EC C とか SDGs っていうのを取るべき対策あの一般的にどういうのがあるのかっていうのを、まあ、企業の経営陣とかあの責任者の方にお話しするところなんですけど、まあ、これがですねあのまさに今回のジャニーズ事務所の問題にもちゃんと打倒するところだというふうに思います。 えと今日の話は終わりなんですけども、えー、と最後のでつなげて言うとです、ね、つまりはこのジャニーズ事務所の問題というのが、えーとまあ、テレビ局やその、えー、ジャニーズ事務所と関係がある取引先の企業がです、ね、今何、どういうような責任を負ってて、どういうような対策を取るべきかというのを考えたときに、今の発想、つまりその企業の事業の先の先にいる 人たち個人がですね今どういうような被害を受けているのかどういうような被害を受けようとしているのかじゃあどういうふうに救済されたり保護されるべきなのかを企業がきちんと自分のこととしてですね積極的に考えていかないといけないし自社が直接それを引き起こしてないにしても自社の取引先がそれを引き起こしてしまっているまた放置しているんであるとするとまさに影響力を適切に行使して えー、その改善を図っていけないといけないというのがこのビジネスと人権、国連のビジネスと人権に関する指導原則が求めていることになるということになります。えっと、すみません、ちょっと話はあの1時間10分ほどになってしまったんですけど、分かりづらいところもあると思うので、ご質問とかいただきたいですし、ぜひこういう機会なので、あのディスカッション、議論させていただくと、すごく私としてもあの嬉しいです。とりあえず以上ですはい 倉本さんありがとうございました。それではえっ、ー、と質問をお受けしたいと思います。質問の会場で質問のある方は挙手をお願いできればと思います。こちらの方で指名をいたしますが、いかがでしょうか？オンラインでもあのえっ、ー、と挙手をお願いできたらと思います。 個人会員の川北です,、えっとですね、あのジャニーズ問題に関してはジャニーズ事務所が特別チームというのをまあ作りましたよね。で,ですけどこれ事務所をお抱えのチームですから、まあ、いわゆる独立性とか第三者性というのは全くないと思うんですかね、まあ、なんとなくそういうような装いはしてますがで仮に、ね、このチームが何らかの結論を出した場合 まあそれをまあなんとか錦の見旗にしてね、ジャニーズ事務所が、チ,チームがこういう結論を出しましたので、それに従って適切に対処しますというようなことを言えばね、なんとなくそれがね、取っていくんじゃないかというような気がするんですが、その辺はどうお考えでしょうか、それとね、あと最初の方に問題を2つ出されて、芸能問題でまあ C 社や D 社がどう対応すべきかという。 まあ問題を出されましたがえまあそれと似たようなのあの話の一番最後にも出されましたがこれはどう対応すべきと考えられるんですかまあ C 社っていうのはテレビ局で D 社っていうのがまあおそらくまあテレビ番組のスポンサーその他じゃないかと思うんですけどねまあ例えばあのごく最近資生堂が何か新しい CM キャラクターにね木村拓哉さんを内定していたけど。 今回の問題で、まあ、急遽外して別の人に差し替えるというようなことを、まあ、決めたらしいんですが、その辺なんかはどう評価されますか。うん、はいあの2点いただきえお質問いただいてあ、よろしいですか、直接、<laughs> 直接はいあ、すみません。あの <laughs> 一番目はあの、まあ、調査委員会の,あの今設置していることの適切なのかと、まあ、それでもしもそういうような何かしらの助言、あの結論が出た場合に、それに従って、 ジャニーズ事務所がまあ対策を取ったらそれでいいのかという問題ご質問だったと思うんですけども、えっと、もちろんいろんな考え方はありますしあの実際にあの委員会がです、ね、適切なはんあの判断をしてあの助言あの、報告を出してですねジャニーズ事務所が適切なあの対策を取る可能性もあの理論上はまだあるのであの絶対的に今こうだっていうのは私としても評価する立場にはないんですけども、えっと、ただ少なくともなんか今 すみません私の個人的な見方判断でありますけどあの,あの委員会もあのまあ実際に批判もされているところですけども独立性中立性性中とという観点で十分な委員会だとは思えませんつまりあのご存じの通り日本では第三者委員会というですねあの制度上のコンセプトがちゃんと存在して日本弁護士連合会が第三者委員会のガイドラインというのを設置してですね 企業としてはもちろん企業が依頼はするんだけれども、独立の専門家に委員会をまあ構成してもらって、えー、厳密なです、ね、厳格な調査を実施して、かつ企業,を損企業に忖度しないような形の意見書っていうのを出してもらうと、でえっと、基本的にはその意見書は公表してもらうと。もちろん、あの本件のような場合にはです、ね、一部、 被害者の方々いらっしゃるし、プライバシーの問題とかありますので、ただそうは言っても透明性を確保して、プロセスっていうのをきちんとした形で、ですね企業にある意味厳しい意見ももう制限なく出してもらって、企業はもちろん経営判断、最終的には判断しないといけないですけども、それを基本的に尊重して、その企業が生まれ変わるために対策を取らないといけないというようなプラクティスが、あの一応もう日本では確立はしていて、 えもちろん、なんちゃって第三者委員会って言われて批判されるような例もなきにしまらずですけども非常に評価されるような第三者委員会っていうのも存在これまでしてきましたし皆さんがですね報道されててあこの第三者委員会なかなかやるなっていうような実例あったと思うんですよねだからそういうようなことをどうする第三者委員会を作るルールとしては日本弁護士連合会が作った第三者委員会のガイドラインというのがあります。 だからそれに従ってできるだけ、えー、企業に忖度しない厳しい第三者委員会をですねむしろ今回,今回の問題というのは私の見方だけじゃなくて世の,の中でおっしゃいますけども歴史的にもかつ各国で,です、ね、類似の問題を見ても,もうある意味本当に深刻非常に人権侵害の程度としては鼻だしい問題ですのでそれに対応する委員会としてはですね 非常に強力で独立の委員会を設けないといけない問題だと思いますし企業のまさにコンプライアンスリスク管理としてもですねそこまでの経営判断をつまりそういうような第三者委員会を設置すべきだするっていうのが合理的で適正な,適正な経営判断だと私は思いますしもしも私がジャ,ニーズ委員会ジャニーズ事務所のアドバイザーだったとしたらそういうふうに助言します。ででですののそういうい意味ははあ,のあの第三者委員会は 今までの蘇生の過程とかを見る限りはなかなかその十,分十分に独自性を保っているのかというのはちょっと悲、えー、しもそうとは言い切れないんじゃないかなと私は不安を覚えます。ですのでそこからです、ねえー、本当に、えー、ジャニーズ事務所に忖度のない、えー、でも実はジャニーズ事務所の中長期的な利益にかな、ね、う。 つまりジャニーズ事務所が生まれ変わってです、ね、本当に社会的な信頼、つまり海外からの信頼も含めたです、ね、企業として、えー、きちんと厳しいことを言ってもらうようなことを言う第三者委員会の意見が出るのかなというと、私としては不安ですしあの、もちろんクライアントではございませんけれども、ジャニーズ事務所のためにもです、ねえー、そのような厳しい意見を出してもらって、それを尊重して、生、え、み、ー、の苦しみだと思いますけれども、 厳しい対策を取ることが本当にジャニーズ事務所のためになるんじゃないかなというふうに思います。あともう一つありまして、えっと、対策、テレビ局とスポンサー企業、先ほどおがどうした取引先の企業がどういうような対策があり得るのかということで、えっと、今日は私の方で資料で作ったあの2番目のケースですかねあのとも関連づけてご質問ありまして、えっと、もちろんあの、えっと、神の水を知るというか、あの この世の中の問題ですので絶対的な解はないというふうに私としても思っていますが、えっと、私のまあ専門的なあのあの、まあ、一応知見を踏まえて言うと例えばなんですけども、まあ、テレビ局スポンサー取引先の企業で基本的にやっぱり求められるのは適正な影響力を行使してこのですね非常なもう深刻な人権上の問題が発生してたり放置している問題が改善されるように。 被害が救済されるようにかつこういうような問題が二度と発生しないようにつまりはこのジャニーズ事務所だけの問題構造上の問題だけじゃなくてですねやっぱりああいう子どもたちを、まあ、芸能活動で、まあ、お金を稼いでもらってですね利益を得るっていうビジネスモデル自体が非常につまり大人が子どもを非常に、まあ、あの地位としては、まあ、抑圧的な地位になりやすいわけですしそのお金のためにですね 過酷に労働させたりとか、そういうことをハラスメントというのが生じやすいようなビジネスモデルではあるわけですよね。別にあのそれ自体があの意図的にやってなくても発生してしまうまあ。人間あの非常にあの人間の存在っていうものは非常にあのいろんな問題発生させやすい。あの生物だと思いますので、つまりは二度とこういうような問題を発生させないための体制の整備っていう意味でも。 あのジャニーズ事務所がです、ね、今後、そういうようなあの体制を整備するということをあの厳しく要請する必要がテレビ局や取引先の企業としてはあると思います。えー、とですので、あのまあ、そういう意味では、えー、とあくまで一般論ですけれどもこれまでの、まあ、報道等を見る限りですね、特にまあテレビ局は。 その国連のビジネス人権指導原則やビジネス人権というコンセプトを各国際規範から踏まえると非常にあの人権上の問題が発生していることに対して密接な関連性ビジネスを通じた関連性があるはずなのに影響力を適切に行使して本件の被害の防止被害者の救済かつ 体制の整備ということにです、ね、真剣に、えー、積極的にです、ね、要請しているとは、なかなかちょっと見られないのかなとあの、私もすみません、報道を見る限りですけども、ありますので、やはり、えー、せもっともっと積極的にあの、まさに自分たちの責任であると、国連ビジネス人権指導原則が言っている責任を負ってる存在として、積極的に働きかけていかないといけないということになると思います。でただ、私が申し上げたところも非常に重要なところで、 取引のの関係終終了っていうのは最終的な手段ですつまり、えー、とジャニーズ事務所との関係を切ってしまえばいいまたは、まあ、今はとりあえず契約期間は残ってるから、まあ、今はしょうがないと、まあ、今はとりあえずもう、あのー、今のところはやむを得ないんだけどもう契約期間来た,来たら満了するから更新しなければいいやって発想っていうのはあのー、まさに人権の保護っていう観点,観点からするとですね 被害者の人たちににとっては全然救済なならないつまり影響力が行使しないし実際に働き場所がなくなってしまったり働く機会がなくなってしまうわけなのでじゃあそれは結局ビジネス人権というコンセプトからするとですねあのそれは不適切な行為なわけですよねむしろ。そういう意味で言うとまあそれはだから一種従来のリスクマネジメントの観点では一種正解なのかもしれないけど でもそれは昔ながらの発想でむしろ今それは違うというようなコンセプトが違うあのコンセプトがパラダイムが変わっている状況っていうのを踏まえるとあの、まあ、特にあのテレビ局に関してはですねえっと今の働きかけはあくまで私が報道を見る限りは不十分だというふうに思いますしあ,のあとはあえて申し上げると あの本当にそれってジャニーズ事務所にとっての,あの良好なジャニーズ事務所のことを思ったビジネスパートナーなのかなっていうのはちょっと疑問です。つまりあの一見ですねここ1年2年はあのジャニーズ事務所にとっては大ごとにしない方がこのリスクっていうのは拡大しないかもしれないけれども5年後10年後または国際的なです、ね、その対外的なあの信頼っていうのを考えると。 ここでしっかりとした取り組みをしないとジャニーズ事務所のですねおそらくビジネスモデルとしてもあのだん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 やっぱりあの厳しくなってくると思うんですよねだからジャニーズ事務所が本当に大事なビジネスパートナーだとテレビ局が本当に思うんだとしたらテレビジャニーズ事務所のために厳しいことをちゃんと言ってあげるそれこそが本当のビジネスパートナーじゃないかなっていうふうにすみませんこれはちょっと道徳論的な発想,が発想でもしかしたら私の個人的な 心情的な発想かもしれないですけど、まあ、それも思ったりはします。はい、あそうですね、えっと、えー、そうですね、資生堂に関しては、あのすみません、故車レベルというか、まあ、一般論ですけども、今申し上げたところで言うとです、ね、契約期間があ満了したから、あまたは、えっと、契約しないからいいっていう発想は必ずしも適切とも言えなくて、つまりは、まあ、これまで何らかの あの関係性があったんであれば、まあ言ってあげるべきだし。あのもうけん契約これからしないでいいから。一応自社は守ったんだっていう発想っていうのは。必ずしもそうではないんじゃないかなっていうふうに思います。他はいかがでしょうか。すみません。あの共同通信の森原と申します。貴重なお話ありがとうございました。えっと。 えー、関連する、まあ、取引企業がそのどこまで関与するかというところで最後の方でその、まあ、救済についても、まあ、あ,のある程度かんあの関与していくべきではないかというようなご指摘もあったと思うんですがその、まあ、ジャニーズの問題に関して言うと、まあ、今後その、まあ、被害というものが、まあ、ある程度こう被害者の訴えというのがある程度特定されたとして、まあ、その方たちへの対応、まあ、あの。 救済措置というのか、まあ、金銭的なものかもしれませんし、まあ、どういうものか分かりませんけれどもそういうこともまあ今後の課題になってくると思うんですがそういった時にその関連企業テレビ局などもそういったところにまあより踏み込んでいくべきっていうことなのか。救済に ついてもその取引先がまあより積極的に関与すべきというのはその単に口を出すというだけではない何かアプローチが必要になってくるということでしょうかまあ現時点での,あのまだあのこの先のことが見えない状況ですけれどもちょっとその辺りのことをお聞かかせいただけますでしょうそこはまさに各社の経営判断ですので私が今の段階でこれって申し上げられないですのであくまで一般論ですけれども。 あのおそらくあの今報道されている限りでは被害者の方々の人数も非常に多いですしあのやはり性被害と <coughs> いうものは <coughs> 当人の,あの <coughs> 被害としては甚だしいものであの年数が経っているからといってです,、ね、そあのすぐに解消されるそれが軽減されてるという問題ではないと思いますので相応、えー、の救済はです、ね、あの必要になってくると思います。で そうするとあ,の、まあ、あくまで一般論ですけども <laughs> あの対応策としてはです、ね、何らかの,その被害者のための基金等をです、ね、設置するということもあの考えとしてはあり得ると思います。で、えっと、当然そこに、えっとあのまあ、資金等をです、ね、拠出するとすればあ基本的にはやっぱりあの、まあ、ジャニーズ事務所があの責任あの法的な責任はあのそこはまあ,あの あの最終的にはまた今後 <laughs> まあ裁判所なりが判断することになるかもしれないですけども、まあ、社会的な責任としてはやはりあのジャニーズ事務所が基本的には資金を拒出することになるはずだしなるべきなんでしょうけどもあのそこに関連して <laughs> ジャニーズ事務所のです、ね、タレントの皆さんにまさにその自社の事業として非常にサポートしてもらったっていうような。 各取引先の企業がですねあの自主的な判断としてあの何らかのサポートが必要だということで例えば資金の共通も含めてですね、えー、と行うべきと考えるんであればそれはあの行うことはあり得るとは思いますし、えー、とまあそれがどう判断されるかってことだと思いますけども,あのも,しもむしろもしもですねそういうことをや,やるような企業が出てくるとしたら あの社会的な評価も高まるんじゃないかなというには私自身は思いますですので、えっと、あのただただ,だからそれは法的な責任としてどうこうとか絶対やるべきっていうのは必ずしも言えないと思いますけどもあ,のあり得るとは思います、ねはい、そのほかはじゃあ。 東洋経済のと申します2つ質問があるんですけれどもまずいあの今ジャニーズを CM で起用している会社には人権方針を掲げられている会社もあると思うんですけれどもそういったところが今の時点では事務所に対してどのような手段を取るべきなのかというところを具体的に教えてください。でもう1つがが今度日日から国連のビジネスと人権に関する作業部会が来日 していますその中でタレントへの聞き取り調査も行われるという報道もあるんですけれどもおそらく多くの日本人は国連が介入するほどのことなのかというような感覚があると思うんですけれどもこういった企業が人権問題をすることへスルーすることへのリスクっていうのを改めて教えていただけるとと思います。はい、えっと、今まあ日本企業は人権方針を いろんな人権方針を策定している日本企業が増えている中で、えー、取るべき対策にどうかかってくるかっていうおご質問、1問目だったと思うんですけども、えっと、そうですね、まさにあの、えっと、日本企業ですね、最近、人権方針という文書を策定して、ウェブサイト上で発表している企業が非常に増えています。で、これはなぜかというと、ですねまさにあの、えっと、先ほどの私もちょっと説明しましたけども、 国連ビジネスの人権指導原則がですね企業はこういうような人権方針を策定して公表すべきだということを言ってましてそれに従って日本企業がもう雪崩を打ってですね人権方針を策定公表しています。で、えっとあの、それはですねあの国,連国連の指導原則が言ってるだけ言ってるからだけでもなくてあの先ほどのお話にさせていただいたイエシー・トウ・まさにあの e c 投資融資というのが日本でも拡大してますけども、機関投資家がですね、e c をやっている、積極的にあの対策を取っている企業に非常にお金を流すようになってますので、投資融資を受けたい日本企業としてはですね、のこの人権保社を策定して評価を受けたい、受けたいというような企業、すごく増えてます。別にそれが悪いって言っててわけじゃなくて あのそれによって別に結果としていいことができれば私は全然いいと思うのであのまさに合理的,に合理的なはあの企業活動としてあの結果が良ければ別にいいと思うんですけどあの、まあ、それはそれとしてでその人権方針あの皆さんあのどういうような企業テレビ局でもいいんですけどウェブサイト見ていただければ人権方針見ていただくとですね実はかなりあの文章に通ってましてなぜに通ってるかっていうとですねまさにビジネスの人権指導原則に基づいてあの それを引きすようなな文章になってるんですよねですのでまさに、えー、と人権上の問題が発生すればあ影響力を行使するっていうことを、まあ、あの明確にまたは限界に言ってますですので、えーとえー、テレビ局を含めてですね、えー、ビジネス人権指導原則に即して人権方針を策定して公表してる日本企業はですね えー、今日お話、私が申し上げて、さっきあのご質問への回答もありました通り、えー、まさにジャニーズ事務所に対して、適正に影響力を行使することが必要、重要だということにと思います。つまりは、あ今のまず、まずは徹底的な調査、もちろん被害者のプライバシー、えー、さらなる被害を拡大しないということはもう第一ですけれども、それを守った上での徹底的な調査、それでできれば、やはり第三者委員会、 日米年の第三者委員会ガイドラインにのっとった独立性の高い第三者委員会を設置すべきであるでそれによって徹底的な調査を行うべきであるで被害者の救済を可及的に可能な限り図るべきであるでその保護もですね広く行うべきだしやっぱりビジネスモデルとしてですね こういうよういよな子どもの被害っていうのが発生してしまう内在的な危険があるビジネスであるので同じような問題が二度と発生しないようにそれこそ,その通報体制も含めてですね体制の整備を取るように積極的に働きかける要請するということをですねこの人権まさに人権保針を策定して公表している テレビ局を含めた日本企業はやるべきだ、といいううふうに思いますあとは、えっと、さっきの、まあそうですね、国連の人権理事会の問題ですけどもあの、まあ、今回、いろいろ報道の中で、えっと、アメリカのワインスタイン氏の事件とかです、ね、あとはまあイギリスのジミン・サビル氏の事件とかも関連して取り上げられるような日本でもなってますけども。あの <laughs> まあ、そういうような事件と比較してもですね本件やっぱりあの歴史的にもやっぱりあとはあの各国のいろんな動詞の事件見ても深刻度人権侵害の重大性というのはあの今報道されてる限りですけどもかなりあの重大だと思いますですので、えっと、そこはまああの本当になんていうか相対的な視点で見てもですね、えー 十分な対策を取らないとなとても納得が得られるような問題ではないっていうふうに思います。で、えっと、国連のビジネス人権に関する指導原則に基づいて <laughs> あ、まあ、国連の人権理事会も設置されてですね運,用されて運営されてますしあのビジネス人権ワーキンググループもですね、えー、まあ毎年各国に調査団を出してビジネスの人権に関するいろんな問題をまあ調査してて。 でまあ、今年はもともと予定はしてて、まあ、日本にやってくるということで、えー、このまあ報道によるとで,ですねあのまあビ,ジすあビジネスと人権に関する問題と関連するということで、えー、まあ本件についてもです、ね、あのまあ対面の調査とされるということですけども、まあ、そういう意味ではあのなんていうか、えー、っと国際的な観点で言うと あの十分にあの、まあ、重大深刻な問題ってことは本当間違いなくて、えー、なんとなくもうやり過ごせば済んでしまう問題とは私はとても思えないですし、えー、逆になんかあの海外のそういうような視点を無視してですね、まあ、ビジネスとかあの政策が成り立つようなもう時代には入ってないと思いますし逆にまあ日本としても あの日本企業としてもですねそういうような時代ではもうなくなっていると思いますので、まあ、そういう意味ではあ日本企業としてもですねそういうような重大性というのを十分認識して対策を取らないといけないし先ほどから申し上げているとおりまさに影響力を行使すべきところにあると思いますその他はいかがでしょうか。 じゃあ、オンラインで、挙習をされております、柴田様。あ、こんにちは。はい、大丈夫です。よろしえっ、ー、と、個人会員の柴田です。えー、ジャニーズと、それから日本全体について、それぞれちょっと質問をしたいんですけれども。あの、一つはですね、先ほど、あの、ジャニーズ事務所と契約を切るというのは。あの、必ずしも被害者の救済にならない、というようなこと、をおっしゃったと思うんですけれども。で、この場合の被害者っていうのは。 もうジャニーズを辞めて今告発してらっしゃるような方々というよりも、まあ現在もおそらくまあ所属していて、ええー、いる、いるような方々だけども、まあ実際のところよくわからないというようなことを、方々のことを念頭のうてで、もしそのジャニーズとの契約を切ったらその人たちの働き場所がなくなってしまって、ええー、というようなことだと思ったんですけども、ただ、あの、 この、そう、そうやって、まあ、じゃあ、あの、えっ、ー、と、被害者の方々が、まあ、ジャニーズに所属したまま、まあ、被害者がどうか発揮しないまま、活躍していかれるということを、が、あの、人権ということを考えた上で、あの、実際どうなのかと、つまり、まあ、ある意味そういったビジネス上の利益なり、そういったものを優先して、で、自分は実際が被害を受けた、あの、事故の尊厳を激しく、著しく傷つけられた、 あのもしかしたらトラウマも抱えているかもしれないとそういったところを表に出さないつまり救済されないわけですよね。でそれはその人権という観点から見てどうなのか正しいことなのかというあのその辺についてのちょっとお考えをお伺いたいのとあとまあそれに関して言うとジャニーズ事務所との契約を切らないでま継続していくってことは実際のところこの,あのいろんな契約に生じるお金が タレントさんたちにあの落ちていればいいんですけども実際は大半の部分が事務所に流れているわけでそういうことではあのそういう意味でもですね、あの人権の尊重人権 DD という点から見てですね、どうなのかという問題があると思う,思うんですがこの辺についてのお考えを1つお尋ねしたいというのともう1つはあの日本全体の話といいますか まあ先ほどからその国内と国外の感覚の差異であるとかまあギャップであるとかあのいうことをおっしゃっていてただあので国際規範の尊重が必要であるということをおっしゃっていて全くそうだと思うんですがただ一方で現実にはあのまあ例えばこういったあの人権 DD という考えがきてもですねそれはまあ外国でやっていることだと日本には日本のやり方があるというあの考えがやっぱり非常に強くてでもあの今 これまであのずっとおっしゃったようにそういう時代ではないとかあの5年10年100年先考えてと言ってもなかなか変わらないっていう現実があると思うんですよね。で、じゃあそれをそういったその,あの心、神聖というか傾向というかそういったものをどうやって変えていけばいいのか何かあの ただ、まあ、だから、啓発を図るとか、そういうことだけではなくてですね。なんか具体的にですね、こうすれば、いいんじゃないかというような。アイデアのようなものが終わりになれば、お、あの、お尋ねしたいんですけども。あ、あ、どうもありがとうございます。はい、あの、二点とも非常に鋭い。ご指摘、ご質問だと思います。えっと、私も実は。あの、デー的なかいがあるとは思ってなくて、あの、考え続けている問題ではあります。で。あの、一問目、一番目で。 契約解消っていうものはあのしないってなるとかえって、えっと、結局は今の状態を許してしまうんじゃないかっていうにはあのご質問だったと思うんですけども確かにあのそれとの裏腹であることは間違いないと思います。えっと、ただまあ,あのご理解のとおりでありますけども取引関係あのビジネス上の関係があるからこそ聞いてもらえる影響力を行使できるっていうような ことではあるので取引関係は結局切っちゃったりとかまあ契約関係満了したからじゃあもうさようならしちゃうと言ええとですね基本的にはまああの相手方はあ,あもう離れちゃったからもういいやって発想にはなってしまいがちなので、えー、とつまりはまあ今より悪くはなってしまうあの放置しちゃうってことになっちゃうと思うんですよね。なのでそうであれば取引関係があるうちにやっぱり聞いてもらう、うん、厳しいことを言ってですね聞いてもらうっていうようなことに頑張るっていうのがやっぱり。 頑張らないといけないというよっていうのをあのこのビジネス人権というコンセプト国連の指導原則というのを言っているのでそこが、ね、苦しいながらも取り関係がある限りは取り関係を維持する限りはです、ね、創意工夫でなんとか聞いてもらうようにそれこそプレッシャーもかけつつやらないといけないということだと思いますで、えっと一応あの、そういう意味でもです、ね、なかなかあのじゃあどうすればいいのかというとです、ね、難しいです。 ただ、えっと、やり方として考え方としては、まあ、いろいろ工夫はあるかもしれなくて例えばですけどもテレビ局とかです、ね、取引先の企業が一社で言うにしてもです、ね、ジャニーズ事務所としてはなかなか聞いてくれないかもしれないし、まあ、ジャニーズ事務所はジャニーズ事務所で今非常になんかその防戦一方で苦しいのであの聞く余力がないかもしれないですね。でそのの時に例えばテレビ局はです、ね、複数の企業がある意味グループで または取引先の企業がグループで複数であの共同でステートメントを発行したりしてですね私たちはきちんと協力するし逆にまあ協力あのこれこれを求めますという形でグループで,ですねえっと専門用語でいうと共同のエンゲージメントといいますけども共同で働きかけると共同で要求するということをすることで 取引関係を当面は維持するにしてもジャニーズ事務所としてはあここまでの複数の企業が共同して要請をしてきたら聞かないとまずいんじゃないかって思うようなことにです、ね、な,りなる可能性が高まるので複数の企業で共同して働きかけをするっていうのが一つの考え方ではあります。こここれれれはは、理論論上ももも、言われているととろででです。すあとは、えっと、あくまでこれも一般論ですけども えっと、未来永劫じゃあ取り関係を続けてればいいのかっていう発想ではなくて、えー、例えばですけどもそれは契約交渉とかでもですねあのこういうのもいいかもしれないですね例えばとりあえず契約期間は、まあ、すぐ満了しそうなんだけど1回は更新しますよとでもその期間に本当にこれ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 ,これをやってくださいでこれ,これ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 をやってくれないんであれば やはりこちらとしては、やっぱり本当にビジネスあの人権を尊重する自社の方針にも反するし、取引先としてふさわしくないので、あのもう2回の更新はありませんよっていうふうに、ある意味、条件を突きつけてですね、1回はチャンスを上げるということをですね、まあ、契約の時に明示してもいいですし、契約の条項に入れ込んでもいいかもしれないですね。なののでその 私がなんか見ててあの今はいけないと思うのはなんとなく、まあ、あのもう放置しちゃって、まあ、契約期間来ればもう取引をや,やめればです、ね、あ,のあとはジャニーズ事務所がどうなろうとあの私あの自社のリスクマネジメントとしたらいいんじゃないかっていう発想に今なっている企業が日本企業が少なくないのかなと思ってそこがなんかあのまさに指導原則が本来求めている。 企業の責任としてはふさわしくないというふうに思うので、えっと、ですので、まあ、すみません今の一番目のご質問について関連して言うとじゃあまあ,あのやっぱり契約解消っていうことが最後にやっぱり控えてないと,とあのジャニーズ事務所としてはなかなか聞かないんじゃないかっていうようなご質問で確かにそこは鋭いと思うんですけどじゃあそうは言ってもじゃあまあもうあとあのちょっとしたら契約期間間了するから。 放置すればいいやっていうんじゃなくてやっぱりあのあのちゃんと条件を突きつけるっていう意味でも1回だけは更新してその際にちゃんと条件を埋め込んで、えー、そ,こそ,こそれでやってくれないんであればあもう解消するよということをちゃんと明示するそこがあのじゃ大事なんじゃないかなっていうふうに思いますえっとでえっとえー、2, 番2番目のご質問 ででした、ね、何でしたたねっけあの日本の、はい、あの全体の中あ、ね、あのあまり国際規範は尊重しない、それどう変わればいいかというそうですね、えー、っとそこははいあのさらに難しい問題で、私も今、ストレートにお答えは難しいですが。うん まあそういう意味ではだからその日本政府がこのビジネスと人権に関する法律法規制を整備すればですねあのいいと思うんですけどもまあそこはでも今政府内でかなり議論しているところで今年法律ができるかどうかっていうところはまだまだっていうところだと思うのでまあ,あえて言えばやっぱりこのビジネスと人権っていう分野 コンセプトっていうのは企業自身が自発的にちゃんとこのコンセプトにのっとって責任を感じ対策を取っていくべきっていうような考えではあります。であのその企業が私たち個人と同じように社会の中で生きていく上ではいろんな関係先取引先との関係を構築維持しながらあのじゃないとビジネスが成り立たないっていうようなコンセプトであってかつそれ が今広がってる実際にそういうような時代になっているって考えるともしもそういうような企業そういうようなことを企業にしてほしいんであればあの私たちがですね消費者としてその企業に求めるってことが必要なのかもしれないですねだからつまりえっとクリアなお答えにならないかもしれないですけどももしもそういうようなことをえっとやってほしい自分がそういうような社会になってほしいって考えるんであれば 自分が消費者としてものを購買している、またはテレビでもいいと思うんですけど、あのその番組を視聴しているテレビ局にちゃんと声を届けないといけないんじゃないですかね。よろしいでしょうか、はい。はい、ありがとうございます。 えっと、あとオンラインでちょっといくつか質問をいただいているので私の方で読み上げます、えっと。日本経済新聞の石鍋様からです。えっと、ジャニーズ事務所問題の場合、うん、報道や指摘が、えー、社長の性的指向のアウティングになる可能性があるという難しさがありました人権問題の是正や解決のための行動が新たな人権侵害を生みかねない状況だったわけです。この点はどうう考えでしょうか。 そうですねえっとうんまあおっしゃることは分からないわけじゃないですけどもなんかあの何となく私は今あのはピンとこないというかつまり性的な思考は確かに大あのその人のまさに個人のプライバシーの問題だしそれを暴き立てるっていうのはよくないのはもちろんそうなんですけど。 でもそれがなんか外的な行動につながってえっと被害として発生してることがある以上はそれをなんか報道したり表に出すってことは別にその人の性的なしつまりある人が何,何を考えようがってあの日本国憲法上は内心にとどまる限りは絶対的な自由なはずですしそれはあの、まあ、通説だと思います判例でもそうかと思いますけどそれがなんかつまり外に出て 何らかの被害者がいる以上はそれはなんか全くなんかもうある一線を越えちゃってるっていうかそれについて報道側が別に忖度する必要はないし、えっと、も,もちろんその人の,の性的な思考が明らかになることには十分注意しながら事実を調査の報道をしたり事実調査をしたり報道する必要があると思うんですけどえっと そうですねあのすいません私がなんか問題を今のご質問を捉えきれてないかもしれないんですけど、えー、ある思考があるからそれ,をそれが実際に行動として外面に出ててかつ他者がそれで被害を受けてる状況になってるのに性的な思考をアウティングするのが良くないっていうのはあんまりロジカルじゃないという気はします。 はい、ありがとうございますもう1つ、えー、と国連広報センターの根本様から頂い,いてます、えー、と子どもの芸能活動や成功を目指す若手のサバイバルが想定されるハリウッドやブロードウェイなどでは構造的な搾取を予防するためにどのような体制が組まれているのでしょうかというご質問なんですけれどこれはご回答可能でしょうか。 えっと、そうですねあのすねません私もなんかあのそこまで詳細は存じてないので、えっと、知り合うか限りですけども、えっとまあ、もちろんあの私なんか日本だけがあの問題のある社会だと思っているわけじゃなくて私は日本も好きですし、まあ、日本はあの自分の国ですので愛してますし。 あのいろんな国いろんな社会あのいろんな個人が問題を背負ってあのることは事実で別にアメリカとかがヨーロッパが絶対的にいいっていうわけではそういうことはもうと申し上げてないですただあのやっぱり歴史的な経緯もあったりしてアメリカとかあのヨーロッパあの特に EU とかの方がより、まあ、そういうような問題を重大視していて社会的にそういうような問題がもしも生じてきたら適切に対処迅速に対処すべきであるとか そういうような問題がなるべく発生しないような体制整備を図るべきだっていうようなあのことはですね傾向としてはあるとは思うんですね。あので、えっと、そういう意味では例えば、まあ、あの子どもの権利あのを守らないといけない特に子どもの子どものです、ね、性的な加害が起き,あの起きたりしないように被害者をです、ね、救済すべきであるっていうような意識は日本よりは あ,のあくまで傾向ですけども強いんじゃないかなというふうに思いますしそのために例えばそのホットラインあの行政機関含めてですねホットラインの体制が整備されたりとかあとはその、まあ、もちろん社会の社会的なちょっとあの状況も違うっていうのはあると思いますけどもあの、まあ、例えば NGO 強力な NGO がいて、えー、例えばまああの行政機関に対してですねそういうような問題をあの 対策の整備を求めたりとか、そういうような問題が発生したときに批判をが起こったりですね、あの批判をして改善を図ったりというようなそういう意味ではまああの面が違っているのかなっていうには思います。はい、ありがとうございます。その他会場はよろしいでしょうか。はい、じゃあの最後に倉本さんからいただいた記号をご紹介します。えっ 義を見てせざるは言うなきなりっていう言葉ですけれども、これはそんなすごいでしょうか。<laughs> はい、あの私はとてもあの何かを偉そうに言える立場じゃないっていうのは、あの徐々に自覚してます。ただあのえっとそういう意味で、あの日本もたくさんいいところはあるし、ただまあ日本がより良くなってほしい、日本社会がより良くなってほしいっていうことは私も常に考えてて、であのいろんな社会 で問題が発生するときにあの自分がこれはさすがにまずいだろう良くないだろうっていうのはやっぱりあの放置はできないんじゃないかなと個々人が持ってる正義感とかいうものって絶対あるはずでそれを見てこれはさすがにまずいだろうっていうのはやっぱりあの放置しないでですね自分のもちろんあのできる限りのことでいいと思うんですけど、まあ、いろいろできないことまたは したくてもできない状況あの環境というのはいっぱいあると思うのでただそうは言ってもあのそ,の人そ,その人それぞれがで,す、ね、できる自分の正義感で納得できないことは何らかのまあ声を上げたり自分が働きかけたりっていうのが大事なことだしそれによってまあ社会も良くなっていくんじゃないかなと逆にそういうのをしないとまあ社会真っ暗のままだしというのもあります。 あのえっと、私もあのジャニーズ事務所のことをいろいろ今、今日言いましたけどあの私もです、ね、あのやっぱりジャニーズ事務所の,あのタレントの皆さんがです,、ね、あのすごくこれまで活躍されてて歌とかあとはえっと演技とかであのやっぱり自分もすごく力をもらったっていうようなことはあの思い出すとあるんですよね。なので今、ファンの方って非常に今すごい辛いお気持ちだとか 複雑な心情をお持ちな方ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそのジャニーズ私すいません。私の個人的な意見ですけど、ジャニーズタレジャニーズ事務所の今いらっしゃるタレントの皆さんが本当に心から納得できて、今後より活躍できる。あの国際的な活躍っていうのも含めて、やっぱりそういうのを図っていくために、えー、やっぱり今の状況を続けることで本当にそういうような。今。 事務所にいるタレントの方々が納得できて、えー、国際的にも活躍できるような状況なのかっていうことを考えると必ずしもそうじゃないかな,のかなと思ってやっぱりそれはあのまさにファンの皆さんが、まあ、私もファンの一人かもしれないですけどあのジャニーズ事務所にあのタレントの皆さんの活躍をしてもらうためにも是非今の状況というのを打開してほしいと。 あの自分たちも応援するからまさにあの今だからこそあのすみません古い言葉もかもしれないですけど海の苦しみじゃないけどあの海,を出す海を出し切るっていう意味で再生するためにもしっかりやらないといけないよっていうふうにあの応援するっていうのが大事なんじゃないかなっていすいません私が言える立場じゃないかもしれないですけどそれは何かあの思います。 はい、あり途上国あのあの、ごめんなさいあのビジネスと人権とかあの人権デューデリジェンスというのは最近非常にあのこの数年特にたくさん聞くようになっておりましたけどなんとなく途上国とのビジネスみたいな文脈で語られることが多かったと思うんですね。だからなののでちょっとあ,のあの なんか少しちょっと遠いところで起きてるような感じがしてたんですけれども、このジャニーズの問題が起きたことで、なんかこの非常にあの身近で分かりやすい問題として、あのタッ現れてきたなっていうところで、あの今日は非常に参考になるお話を伺えたと思っております。ありがとうございます。それではあの時間延びましたけれども失礼しました。これで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。